はいどうも、SSC コンサルティングのつくりです。お疲れ様です。あのさ、参議院選挙でさ、あの、各党さ、消費税がどうのっていう、消費税をなくすべきだとか、あの、減税しないとダメだとか、いろいろその言ってるんだけど、あの、まずね、これビジネスのチャンネルなんで、一つ絶対に最初お伝えしなきゃならないことは、あの、消費税がとか言ってると、あれですよ、儲からないですよ。 お金持ちにならならいです僕ずっと考えてきたのはあの支出もちろん支出を抑えるの大切なんですけどそれ2番目で一番重要視するのはあの全力でで収入を上げるために頑張らななきゃダメなんですよ当然のようにまあ無駄遣いはしちゃダメなんだけど支出を下げることを中心に考えては絶対にお金持ちになれないというか豊かになれないんですよ。僕もそこまでブルジョージーでは全くないですけどあのなんか余裕がある生活はできるようにならない。 でね、あの、このチャンネルを見ていただいている人はああ、ほとんどが、まあ、起業家というか、起業家を目指している。ちょっとでもそのお金持ちになって、少しはお金を手に入れて豊かになりたいなっていうね、えー、ことを目指している人だと思うので、えー、そんな意識高いあなたにまずお伝えしたいのは、あのー、支出を減らすことを考えちゃダメだわ。うん、そんなこといの一番に考えてはいけない。まず、収入を上げること。 か消費税を減税しなきゃダメだとかっていうのに力を入れてはいけないんですいいからまず稼ぐことです <laughs> そこに全力を集中してくださいで次にね僕は本当に不思議なのがあのー、皆さんなんか共同幻想っていうのに流されてるよ今ようだな <laughs> 幻想の弦が書けなくなったぞ共同幻想に流されてますよ 消費税さ、なくなったらさ、とか消費税がその下げられたら何か変わると思わされてないなんか、全体的に。変わるわけなくないですかなんか変わった昔ね、僕が大学生の時に、 マックドナルドで、えっ、ー、と、まあ普通のメイ,メインの舞台のハンバーガー舞台のね、あの値段が一律100円になった時期が、ちょくちょくそういうそのイベントをやってた時期が僕が二十歳ぐらいの時かな。だから今から20年前だね。うん その時に、もうその、ちょく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 ね、フィレオフィッシュ、僕フィレオフィッシュ好きなんだけど、普通のハンバーグがよりね。マックはフィレオフィッシュしか食べないんですけど、そのフィレオフィッシュが100円なんだよ、時々。いつもね、180円とかそんな感じで200円いかないか、いったかっていうぐらいだった気がするけど、とにかく、下がる時には下がって、あの、1週間くらい100円なんだよね。今フィレオフィッシュ200いくつ ?260 ぐらいじゃないですか。多分。で、これ20年の差があるわけですよ。 で、別に物価そんなに上昇してないからね。<laughs> で、僕こそ経済学者じゃないので、それこそ完全に庶民の肌感覚で物を話しますけど、だってさ、この当時僕松屋で、主食は松屋だったんですよ。松屋吉野家の松屋ね。主食は松屋で、で、あの、豚、豚の生姜焼きセットみたいなやつが、400、 500円台後半から500円台ぐらいだったで一番安い朝定食とかその牛丼系の一番安いやつだと280円ぐらいだったかな多分一番安いご飯食べるので、まあ、セットね簡単な、うん、これさ今変わってないよね最近全然まずいってないから分かんないんだけど牛丼の一番安いやつとかさまあ大体この辺じゃないで言うけどつまり庶民感覚としては全然物価何も変わってないんですよ別に。 でこの当時消費税 3%? 破壊今から20年消費税導入が1 9 8十の9年ぐらいかな確か。90年ぐらいかな変わってないですよ、別に。別に変わってないの。で、実際にデータを見ればさ、消費税導入からいろいろ経済が落ち込んでるとかあると思うよ。でもその庶民感覚としては絶対に変わってないと僕は信じてるんですよ。この幻想の弦がね、違う気がするな。 調べた。これがいらねえんなそうだ、そうだ、幻想だわ。<laughs> 恥ずかしい。で、僕はその消費税増税されようが、減税されようが、何されようが、肌感覚としては何も変わらないと思ってますし、変わったことを経験したことがないんで、マジで。わかんないんですよ。消費税ってそんなに大きな問題であったことってあるのわかんない。あの、もちろんその、僕高い買い物ってまだしたことないからさ、あ,あの、ローも <laughs> 住宅。 住宅ローンも当然組めないですし、まださすがに住宅ローンレベルは無理っていう状態ですから、あー、わかんないんですけど。で僕の場合、あのー、まあ、不良、不労者っていうところと、まあ、起業したよっていうところと、このね、このサラリーマン的なね、 生活ってあんましてないんですよ。この辺にバイトっていう時代はあったけど、だからこの時に、この不労者っていうか多重債務でもヒいヒいの時に、消費税何パーとかもはや関係ないんですよね。あの、本当誤差も誤差のレベルで、え何、ー、パーになるうが何にも関係ないです。うん、だから、この完全にその無職とか不労者とか、で僕の場合はそのギリギリね、まだ車検が残ってる車っていうのがあったんで、 で車、駐車場とかに停めて、そこで寝泊まりして、そこからまあ仕事に、仕事に行くっていうか自分で仕事してたんで、お客さんとのアポイントに、車から出社ですよ。そこから出社して、そこに帰宅っていう感じだったんですけど、そういう生活だと、あのね、消費税はね、わからない。意味がない。別に。大して変わんないんですよ。僕らにとってもちろんその増税で苦しくはなるさ。苦しくはなるし。 大変にはなると思うんだけど僕らはやっぱりとにかくそのお金稼ぐこと考えないと自分で生き抜いていくサバイブ力みたいなものを身につけることばっかり考えないと本当に生活が豊かになりたいんであれば今サラリーマンの人であってもそのちょっとでものし,のし上がりたいっていう気持ちがあるんであれば消費税減税だとかっていうふうに思わない方がいいっすよ まあね、あの、この時期に皆さんにどうしてもお伝えしたかったっていうか、まあいろいろニュースとかいろいろ見てましたらですね、なんか変だぞっていう感じはするんだよね。みんな消費税のこと言ってない <laughs> 幸福実現党まで言ってる始末じゃねまあ共産党社民党が言うのはいいにしてもさ。うん、これは共同幻想だって本当に思ったね。うん、どうにもならないから。絶対どうにもならない。 何も変わらない、うん、何も変わらないからそんなところに、えー、ちょっとその政治がどうとかっていう風に考えてもいいんだけどもちろんでもそんなこと考えてる日もあったら例えば僕なんかはとかその僕ら起業家っていうか自分で仕事していくぞっていう人間たちは仕事のことを考えてんだよねずっと、うん、だから政治の話とかそういう経済の話にしたってこれをコンテンツとして出すっていう行動でやっぱり あのー、まあ、仕事として考えてるんだよね。うん。仕事のことずっと考えてないと、そこに、そっちに逃げちゃダメだと思いますよ。うん。その豊かになりたいっていうか、幸せになりたいならね。無理だもん。考えてみて。もちろんその僕だって投票毎回言ってますよ。僕だって投票毎回言ってますけど、あなたの一票で何か変わるっていうの幻想じゃないいや、もちろんそのみんなさ、みんなそんな、その行かなきゃならないって言うよ。で、僕ももちろん行くよ。 当たり前に行くよでも変わんねえからっていうその肌感覚がないかなそのねその肌感覚を皆さんやっぱり当選したいので不動票を取り込みたいわけじゃないですかなんか選挙行かなきゃダメだ的な雰囲気、うん、いや行くんだけど僕もそのねあれに乗って例えばその 投票その一票が変えるんですって言ってるじゃないですかみんな。嘘つけって思うんだよね本当に。あのさ、俺たちの人生ってさ、その辺の中学校にひょこっと足運んでさ、箱に紙入れただけで変わるかい俺の人生は変わんなかったよそんなことでは。うん。俺 <laughs>、俺の人生は全然変わんなかったっす。で、まあその僕住民票なくなってた時は、 あのー、役所から消されてた時ってことです。住民票なくなってた時は当然そのね、あのー、選挙権も当然ないっていうか、存在として存在してないわけで、えー、あのー、投票のハガキなんて来ないですけど、来てる時は必ず行ったけど、やっぱり変わらない。うん。まあ、その、それぞれやっぱり、まあ、いろいろね、時代の移り変わりとともに、なんとなく変わってきたのはも,もちろんあるけど、自分の幸せっていうのは、政治によってはもたらされない。 お金がない人たちもそうです。もたらされないです。それさ、あの、株とか投資の世界で養分って言うんじゃねえのあの、仮想通貨とか <laughs>、それトレード、僕トレードのことよくわかんないけどさ、共同元素に乗せられてみんな買えだーっていう時に、すでに持ってたやつが、なに、利益確定してそれを売っ払うんでしょ <laughs> そういう遊びでしょ、あれ <laughs>。今、共同元素で乗せられてる最中じゃないですか。 変わらないです残念だけど本当に変わんなかったんだから僕ら何も変わってないんです、うん、あのね自分ごときがね正直ね何かを変えられると思っちゃダメ他人を変える前に状況を変える前に自分が自分自身変えていかないと、うん、もちろん問題意識持つことはめっちゃ重要だし僕だってその政治だ国際だに関してすごく正直問題意識は持ってる人間ですよ それはそのメンタルサルベージャー協会の中でベラベラ喋ってるわけですけど <laughs>。あのね。まず浮き上がりたいんだったらそこじゃないんですよ、本当に。<うん S 1> だから、まあ今回のその選挙だといろんな面白い党とかもあるし <laughs>、なんか軽く遊びに行ってもいいんじゃないですか、投票しに。で、僕はもちろん行くし、家族で行くしね。だけど、それで何か変わるとは僕1ミリも思ってないです。<うん S 1> ただ、まあ、なんだろうね。 別に行かかなないい理由もないからね例えば昔の僕のような人間たちがさ若いけど本当に困っちゃってお金もなくて多重さえもはまっちゃってね抜け出せない。うん。例えばそのなんか政治のその投票でさ政治の状況変わればさあの横浜西区役所はさ俺に生活かつての俺に、ね、今の同じような状況にある人たちにちゃんと生活保護を出してくれんのかねそれとも何なん,何なんですかあんたぐらいの感じで。 門前払いなのかね変わらず。いや、変わらねえと思うんですよ。うん。みんな苦しいは苦しいままさ。で、頑張ってるやつは、ある程度、その、ちょこっとずつでも幸せになってくじゃん。時局を見るっていう言葉があるけどさ、時期じゃないと思うんですよ、まだ。皆さんにとっても、もちろん僕らにとっても、僕にとってもそうだけど、まだ時期じゃない。 自分,の自分の時代でさ何かその素敵なさ政治的な事件とかさ歴史的事件起きるとなんか素敵じゃんそんなの起きないんです後世の歴史家が僕らの世代のことを教科書に載せるかっつったら載せないぐらい何にもない字です、うん、まああえて言う日本には何にもないでしょ何かあったあそうだそのまあちょっとその東日本大震災でねでちょっと悲しいすごく悲しい出来事が起きちゃったっていうのはあったけど それも関東大震災ぐらいな日本史の教科書で言うとまあそれぐらいの扱いでさ、うん、僕ら何にも何だろう何にもないねでこれはそのニヒリズムとかそういうんじゃなくて何にもない中で、えー、じゃあその問題の本質って何かっていうと自分自身が自分と自分の周りの人間がどれだけ幸せにこの人生生きていけるかってことじゃないですか それは一票ではない <laughs> それは一票ではないです。僕らが僕ら自身のことを追い込んで、えー、その自分自身のことを鍛えてでその中で脱落していくっていうやつは当然出てくるこれは悲しいけどね、えー、もちろん助けてあげたいとは思ってるし脱落していくやつっていう表現はよくないんだな要はその悲しいことに例えばうつ病になったり本当に自殺しちゃったりとかっていう人たちが出てくる。 でも、なんだろう。負けないで。<laughs> 負けないで頑張るしかないんだ。だから僕はその日本全部は救えないんで、僕の例えばその視聴者とか、僕の家族とか、メンタルサルベージャー協会とか、そういうね、特定のコアな人たちしか助けられないから、あこういう場でそういうこと喋るわけだけど。僕としてはずっと戦争してる気でいるんですよ。あの <laughs>、その車で生活してた時から。終わらないよ。 終わらない戦争をずっとしてる、うん、今だってもちろんその年取ってさ目しばしばしてさ本当に体中から油がねえ、うん、もうさ水分もさ失われてさ肌もパサパサしてるしさ髪の毛もさしっとり感もさ昔はもうちょっとぬめっとしてたんだけどぬめっとぬめっとしてたんだけどさ今パッサパッサでさもう疲労も疲労ですよ もちろん仕事と子育てと家族とあの教会とってあるからこれで僕は幸せだからいいんだけど命使ってるわって感じになるんだけどさだからずっとね経済戦争をマジで戦ってる気でいるよ、うん、そうしないとほんと死んでたからね、うん、生きてこれなかったよあんなの無理だよマジでなんだよこの国はって思うけど先,先人から学ぶべきなんじゃないの <laughs>、ね、みんな言うよねあの歴史から学ばないものはバカだって言うじゃんみんな僕は学んだよ 投票に行くけどそれで何か変わるとは少しも思わない、うん、でもちろんさもしかしたらさもしかしたら NHK が面白いことになったりさあるいはさなんだろうあのー、あれえっ、ー、とその体に障害を持ってる人がさ初めてその国会っていうところにこうドーンと出ていけるようになったりとかさであとはまああのいろいろ面白いことっていうかいい意味でね、あのー、本当にこう興味深いこと。 っていうのは起きる可能性はあるけどそれが直ちに、ね、直ちに我々の生活に影響を与えるかといったら何も与えないです、うん、なんかちょっとやったっていう心が嬉しくなるぐらいで、うん、で明日からまた死ぬほど働く日が始まるだけじゃんだからさ頑張ってさ仕事していきましょうよもうお金稼いでいくしかないんだからさ、うん、僕はそういうつもりでずっと戦ってきましたあなたも戦ってね これはただのその仕事して生きてるんじゃないのこれは経済戦争なんです年間2万人自殺するんですそれはイオジ1個分なんです <laughs> 年間イオジ1個分全滅してるんです戦争じゃないですかで、僕らその中で今のところとりあえず生き残ってる子さんちゃ子さんなわけです だから、そういうね、その政治的なね、自局に、の流れに流されずね、あの、とにかく自分自身の戦闘力というか、あの、人間力というか、生きる力というか、それを本当に高めていくために頑張ってほしいなと思って、まあ、あんまりしゃこういう話喋らないんですけど、あの、無料で公開するやつにはね。でもまあ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 、これぐらいは、<laughs> と思って、ちょっと喋ってみました。 で、最終的には他の奴らより努力した奴が社会を牽引していくことになるからさ。社会のその流れを作ることにもなるだろうしさ。当たり前なんだよ、それは。みんなより頑張ってる奴が社会の流れを作っていくに決まってんじゃん。僕らが頑張っていけば、僕らのその流れが出来上がるはず。なんで、今ネットの時代なわけですからね。だからそれを、いわゆる不平不満の 流れにするのかそれともまあ不平不満を乗り越えてねそれを押し殺してえー、耐えに耐えながらね、えー、それでも前に進んでいくような流れにするのかっていうのはまあ僕ら次第なんだけどこれもやっぱりそういう流れにはならないんですよ社会全部がそういう流れになることなんてないので、うん、僕らだけそういう流れに乗ってこ <laughs> そうしたら少なくとも僕らだけ幸せだよ 僕もあなたも。頑張ってる人間が幸せになれる社会だからね。大丈夫。あの、共同幻想で騙されないで。頑張ってる奴が幸せになれる社会だから。俺、あの、不老者だった時のこと考えたら全然頑張ってねえもんだって。辛かったけど、辛かったけど、で、誰も教えてくれなかったし、悲しいけど。でも、大人になってみれば、やっぱり頑張ってない。頑張ってると思ってんだけど、で、自分では一生懸命本当に頑張ってたんだけど、でも周りから見てれば頑張ってねえじゃんっていうのがすごいあったと思うよ。 で、まあ、その、そこから這い上がった時ぐらいに、這い上がり始めた時に、やっぱり、その時は俺頑張ってたし、そっからずっと頑張ってるけど、頑張ってる奴は報われるよ。誰だよ、頑張ってる奴が報われない社会って言ったの。うん、ブラック企業で苦しいね。給料も上がんないやめれってことです。<laughs> それが頑張るってことです。ね。その会社辞めて自分で仕事しれってことです。 その会社辞めて自分で仕事することがまず頑張りじゃないですか。うん。それしてないんでしょじゃあ頑張ってないじゃんって。なるじゃん。頑張ってない人は頑張ってないなりのその生活にしかならない。でしょで、ちょっとでも頑張り始めたあなたは、なんかそのまだ全然売り上げは上がってないけど、なんかこう一生懸命やってる。仕事してても自分が好きな仕事してるわけだから楽しいでしょ売り上げ上がってなくたって楽しい。人生の充実度っていうか、クオリティオブライフはもう上がってるわけで。これハッピーに近づいているよね。 頑張ればハッピーに近づくんですよ。だからいろいろその、まあ、この社会、社会というかその、我が国にね、の状況、もちろんいろんな問題はありますけど、文句ばっかり言ってても正直仕方がないんですよ、うん。文句ばっかり言ってたら養分になるだけだよ。文句を集める者たちの、文句を収集して、その自分の利益にする者たちの餌になるわ。うん、変わんねえんだからだって。さも変わるって言ってますけど、変わらない。 それを多くの日本人がある程度は分かってるから、今じゃあどこが強いかって言ったらあそこが強いっていうだけなんですよ。だから結構ほとんどの日本人はまともだと思いますよ。まともまとも。うん。頑張れば報われる社会に生きてますよ。分かってるよみんな。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん。頑張ってきて今生きてんだから。頑張ればある程度報われるって分かってる。それ分かってないのは、まあ、なんだろう。 言っちゃダメなのかな。こっから先は言わないわ。こっから先は言わないわ。もちろんうつ病とか何病とかさ、いろいろ本当にあのやむを得ない事情の人たちは本当助けてあげなければならないと思うし。だけど、五体満足で文句言ってるやついるじゃん。<laughs> 何やってんだよ。早くお前会社辞めて仕事自分で仕事しろと。 できませんでじゃあ頑張ってねえじゃんっていうことになっちゃうんで、みんなさ、僕のさ、お客さんさ、みんな頑張ってんだよ。メンタルサルベージャー協会に参加してくれてる人だってもうほとんどが未経験ですよ。みんな頑張ってんじゃん。でしかもメンタルサルベージャー協会なんて女の人多いからね。男ども何やってんのよっていう。あの、要はその文句言ってる人たちね。その、苦しい苦しいって生活があって。苦しくね。 そうやって文句言ってる暇あるのがすげえよ。俺は自分のその仕事にも全力だから、文句言ってる暇なんてないっすね。僕も文句言いたい。ブラッとなんか街に出かけて、どっかのなんか集まりの中に混じってわーって僕も、シュプレヒリたいよね。<laughs> シュプレヒルってやべえね。シュプレヒリたいけどさ、うん、そんな暇ないよ、うん。僕、底辺だから。 今回は以上です。SSC コンサルティングのケーりでした。ではまた。